セブンティーンな乙女なさくらさんは一体昨日の晩ご飯何を食べたのかなと。お母さんなんだっけ。ちょっと、えいるの、来てるの。あ、いると思います。お母さん今ね、お母さん、あれよって言ってる。お母さん、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 何ですか。お母さん、本当に忘れちゃいました。ちょっと待って、お母さん、はい、じゃあ僕、お母さん、お母さん関係ない。お母さんですか。澤部さん、お母さんじゃなくて。僕だってお母さんくらいいますよ。なんてこと言うんですか。誰だって言いますよね、はい、お母さんは。それはもちろん、澤部さんはお母さんに聞かなくてもお答えいただけるかなと。大丈夫ですよ、はい、39歳ですから。はい、さあ、ところで、さくらさん、思い出しましたか。そうですよ。考えてなかったの。そうだよ、思い出して、ね、考えてくんないと。お母さん、見つけられなかった、その間に。白いご飯、白いご飯だった。あ、じゃあ白いご飯で。白いご飯だった。白いご飯と美味しいものを食べました。美味しいもの、美味しいものね。おかずが思い出せない、はい、さあ、ということで